わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。さあ今回はもう楽しいガチャイベントですね。モンスト学園4、どんなキャラかすごい簡単に言うね。テセウスアルファ低難易度で使えて、共有上キャラと組ませることによって周回効率がめちゃめちゃ上がるんで、1体持っとくとそれだけで周回が楽になるよ。ハッピーだね。で、メモリーアルファ、メモリーちゃんに関してはイラストがとんでもなく可愛らしいっていうのプラス天魔の試練6、まあもうリムル持ってない人はぜひ当てときたいよね。リムル持ってる人は正直当てなくてもいいかもしれないけど、ダメ用が対応してるから、まあどっか刺さるかもしれない。ちょっと欲しいよね。で、アルビーアルファ、アルビーちゃんに関しては絶対欲しいよね。フォーサー、フォーサーに興味ない人はいらないと思う。まあ弱いわけじゃないんだけどね。とにかくフォーサーでやばい、使ってみたら見た感じやばいです、単純に言うと。じゃあ引いていきましょう。ただ、私事ではございますが、オーブに限りはございます。オーブは全部でも全赤20連分しかセットしてないんで、100連だね。100連分で、まあ、1体ずつ欲しい、またはこの1、2、この3体、この3赤に関してはアルビアルファが欲しい。なんでかってフォーサー週間に使ってるアカウントだから。さあ、来たよ。あー、一休さん、お疲れさん。あー、うっそ。はい、10連目、爆死だね。いや、爆死ってわけじゃないんだけど、お目当てキャラクターは一切出ずに終了か。あー渋いね。渋いよ。今の 24% だぜ、確率。まあ、もちろんね、24% って別に、この、ピックアップキャラクターたちが 24% じゃなくて、あくまで星5確率が 24% だから、出るとは限らないのよ。そんなことは俺だって知ってる。でもよ、40連引いたら1体ぐらい出てくれるのが世の常ってもんじゃーないかい。確定しなし、ないかいと。確定だ、お前使ってないアカウントだ。いや、使ってるんだけど、まあ、フォーサー集会にはしてないんだよね。まあ右は止まるにしても、うっそ、こっち爆死したんだけど。嘘でしょ、現実ってほんと儚いわね。ここもか、しかもテセウスか。うん、低難易度で使えるけどさ、低難易度以外も使えるけどさ、けどもだけども、もちろん欲しかったのはアルビーだろう。みんなそうだろう、俺もそうだよ。まだハジャの塔クリアしないんで、ハジャの塔部ぶっこいます。はい、クソったれい。オーケー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 、これが現実だ。80連で1体でしたね。じゃあメインアカウント行こうか。メインは気持ちが違うぜ。行こう。ハルオーブのおかげで20連引ける、ありがたいね。いってらっしゃい、飛んでけ。どこまでも高く高く飛んでいけ。僕の思いを乗せて飛んでいけ。そして私の元に届けよ、アルビアルファ。アルビアルファ、メモリアルファも好きっていう前振りをすると、っていう前振りをすると、ほーらね、怖いよね、モンスターストライクって。前振りって本当に、お、待ってくれ、俺の前振りはいい方に傾いた。うわー、関係ねー。未所持か、未所持が当たっただけマシだけど、ほんとさ、前振りってしない方がいいよね。前振りはね、皆さんやめましょう。いや、でもな、降ってくるよな。でも降ってくるからすごい。そう、そうなんです。こんだけ逆前振りだよね。前振りして成功した後だからこそ効いてくる前振り。そう、ここに一番価値があると俺は信じたい。ご視聴ありがとうございました。太郎でございます。これが現実です。100連引いたからって当たると思うんだよ。テセウスさんでした。覇者のとやってきます。